そこをね、マジレスで返しちゃダメ。もうそれはもう終わったの。終わったの。マジか。俺ちゃんとキャラ作ってきたのにな。いやいやいや、あのこれから入りますよ。あ、え？ちょっと俺怖いなこれ。俺こっからミュートしよう。ドクさん待って、ドクさんちょっと怖いな。ドクさんごめん、あの一緒のコンビみたいな感じで行こう。え、どういうこと？俺も今のこれ聞いてる側じゃないの？俺リスナー側で行かせてくれ。俺とドクさんのあの二人組のアーティストっていう感じで行こう。アーティストなん、しかも難しい。じゃあなんで紹介すればいいんですか？いや俺悪くないでしょ今。いや俺悪くないよね。え、ユニット名はレベッカさんとドクさんでいいんですか？いやちょっと適当じゃないか。だってそろそろみんなでハードル上げっこするのやめた方がいいんじゃない？じゃあレベドクにしますよ。レベドクで。レベドクでいいよ。俺知らないからな。もうそれはもう B ちゃんの明日から出社だぞ。おっしゃる通り。はい、というわけで今日もお時間がやってまいりました。皆さんこんばんは。パーソナリティを務めますチョロマルです。いやー今日はなんかね、昨日あったかかったんですけど今日は雨でしたね。皆さん大丈夫ですか？大丈夫かな。さてそんなわけで早速ですね、今日はすごいゲストがお二人、後からもうちょっとしたら登場しますんで、その前にねおはがきを一枚読みたいと思います。サンドニ出身の B ちゃんさんから。いつもドラマ楽しく拝見させていただいております。あ、ドラマね、あれ全3回のつもりだったんですけどどうですかね。割と好評なんでね、ちょっと第2弾も考えているんですけど、出演者さんとかゲストさんとかいろんな人たちと一緒にこうアドリブでドラマをするっていう展開だったんですけど、前回はねちょっと神回だったんじゃないでしょうかね。本当ありがとうございます。またちょっとねいろいろ考えながらやってみたいと思います。それではですね、早速ゲストの方々にご登場願いましょうか。4月22日になんとニューアルバムが発売されますレベドックさんのお二人です。どうぞ。いやーこんばんは、皆さんどうも。こんばんは。こんばんは。いやなんかね、私も実はですね、ドラマの方、はい、拝見させていただいてまして。あ、ありがとうございます。いやー面白いですね。本当ですか？どこら辺が良かったですか？いやまあチョロマルさんがはい、時空警察としてやっぱり未来とか過去にね、はい、飛び回って。あ、飛びましたね。そうですね、事件を解決していく、はい、なかなかね最近の日本のドラマではそういうねSF チックなのあんまりないじゃないですか。そうですね、そうですね。でも2回目の時に、はい、ウエスタンに飛んだじゃないですか。はい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 、飛びましたね。あれ3回目じゃなかったですか？そうそうそう、2回目ですね。2回目です。3回目ははい、江戸だったんで。あ、はい、そうかそうか、江戸か、そうか、そうだですよね、うん、あれですよね、無血解除する勝海舟、実はチョロマルさんだったっていうやつですよね。あれはね、結構台本がこう本番5分ぐらいま
で結構ね荒れてたんですよ、うん、なんかちょっと待って、まあ、でもうちのとこ全然喋れなくてすいません、なんか普段すいません、僕勉強不足でちょっと分かんなくて、あ、すいません、まあ、ドラマ見てねえんだ、はい、あ、そごめんなさい、ちょっと勉強不足で、あ、残念ですね、はい、じゃあちょっとね、あのやっぱりラジオね、チョロマロさんのラジオにやっぱ参加するっていうのもありますんで、ちょっと前動画見てこうよみたいなのはあったんですけど、あ、すいません、うん、あ、でもね、あのほら、はい、無理して見てもらうとか聞いてもらうとか、そんなそういうつもりじゃない、そういうのはね、ちょっと、うん、はい、いやでも面白いから見ろよって言ってるんですけどね、あ、すいません、強くは言われてたんですけど、なかなか時間取れなくてすいません、天使がいっぱい、はい、まあちょっとですね、ここら辺からまたあのさらにいろいろお話を聞きたいんですけれども、はい、一旦ここで CM が入ります、はい、じゃあまた後ほど、わかりました、お願いします。この番組はビッグバレー狩猟組合とウエストエリザベス商業連合ゼブラ民警団の提携でお送りいたします。ゼブラさん、はい、というわけで、あの、始めさせていただきましょうか。はい、よろしくお願いします。改めまして、ゲストのレベドクさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこの番組出るのね、はい、ちょっと憧れでしたね。いやいや、全然ですよ、まだ3回しかやってないんで。はい、はい、ちょっと飛ばしすぎかなってちょっと、いややっぱ感じもあるんですよね。オールナイトね、日品でしたっけ。日品、そうなの。いや、やっぱ歴史長いね、はい、ラジオ番組ですから、やっぱり、はい、うん、さすがに緊張してしまいましたね。うん、はい、あの1回目はですね、金曜日の0時からだったんですけど、2回目からね、あの日曜日の10時からにあの移りまして。なんで移ったんですか。あ、聞いちゃダメなやつ。なんかその春のその元々あの春にその番組編成があるんですけど、その頃合いでその全6回の予定でそのスイッチする、うん、他の次の方にスイッチする話だったんですけど、はいはい、あのあまりにもちょっとそのアドリブがはっちゃかすぎて、ちょっとあの枠を変えてロングタイムでやろうかっていう感じで。そういうことですか、うん、はい、あ、左遷みたいな感じってことですよ。左遷とか言われるとちょっと痛いんですけど、でも、でもね、その全6回から12回になったんですよ、はい、あの3ヶ月のワンクールいただいたんで、はいはいはい、はい、なるほど、まあ、これ左遷と言われるよりは昇格ですね、勝ち取ったんじゃないかな、どう思いますか、ドクさん。ああ、そうですね、僕ちょっと勉強不足で。いや、ダメですよ、勉強不足、ちょっとさっきも勉強不足、勉強不足、はい、いやね、あの緊張してるんですよ、あのすぐ緊張してて、ちょっと、ね、上がってね、あの黙り込んじゃうんですよ。なるほど、すいません、なかなかあの慣れてなくて、あ、でもあのゲストに来ていただいてすごく嬉しいです。あ、はい、ありがとうございます。で、あの4月22日にあのニューアルバムが発売されるということですけど、タイトル言ってやって、タイトル言ってやって、タイトルは I love you、ね、それだけですか。I love you と、Welcome to Japan、2曲同時リリース。あ、ちゃん、あのオリンピックのあの、はい、ね、主題歌みたいな感じ、はい、選んでいただいて、ありがたいことに、はい、ということですか。でもオリンピックはほら、はい、あのね、新型某ウイルスのせいでちょっと、そうなんですよ、延期になってしまいましたよね。そうなんです。それなのにこう4月にリリースされるっていう、まあちょっと決まってしまってたことって、まあ、あ、はい、あのツアーとかのご予定はどうなんですか。いや、 やっぱりね、あの某ウイルスのせいでちょっと今見合わせてるっていう感じですかね。あ、そうなんですか。なんか今資料入ってきた資料によると、なんかいきなりこう4大ドームツアーから入るっていう。はいはい、あ、そうですそうです、決まっていたのはそうなんですけど、ちょっとね、やっぱり、あ、まあ、東京都からの要請もありましたんで、うん、そうですね、4大ドームっていうと東京、福岡、あと大阪ドームと名古屋ドームですね。そうそうそう、はい、4大ドーム、はい、あ、まあやっぱ名古屋ドームはちょっとね、あのうちのドクのやっぱ出身ということなんで、やっぱホームグラウンドということでね、まあ一番最後から入りますね。そうですね、はい、あ、ツアーファイナルで、うん、そうですそうです。
自分もあの東京公演の方はあの頑張ってチケット取りたいなと思ってるんですけど、あ、本当ですか、ありがとう。でもちょっと取れなかったんですよ。ちょっとですね、あのやっぱりね、はい、あのウイルスの影響でちょっと、ツアーの方はちょっと中止という形にさせてもらおうかなとは思ってます。はい、なるほど。すみません、ですからね、あのチケットを、ね、あの前売りで買っていただいた方にはちょっとね、あの。なんでしょう、あの確かあると思うんで、あのなんだろう、はい、返金制度みたいなやつは、あ、そうですね、はいはいはい、もちろんあると思いますね、はい、すいませんけどね、来年は必ず、ですね、そうですね、やりますんで、すいません、お待たせして、いや、はい、あの全15曲のアルバムの曲の中でそうです、そうです、7曲くらいはあのドックさんが作詞作曲を担当したということなんですけど、そうですね、そうですね、そうですね、こう一番こう苦労した曲ってありますか？あー、苦労した曲ありましたね、苦労した曲はありました、あー、そうですね、あの全然あの、なんだろうな、詩にこうメロディーがつかなかったっていうか、詩にメロディーがつかなかった、それ、あー、あれか、そうです、そうです、うん、あれですね、そう、あれ、言ってあげて、はい、言ってあげて、あれって何です、あれ、あれ、ウェルカムトゥージャパンじゃなかった、じゃあ、ウェルカムトゥージャパンは結構サッと違う、サッと出た、サッとメロディーが、アインズと、出てきた、あー、死に、俺書いたやつ、そうそう、俺書いたやつ、ほんとそれ、そ、俺書いたかな、そう、え、俺リズムないやつだっけ、リズム、リズムあるやつだよ、何それ、うん、え、ちょっとどうした、ちょっと、うん、今出て、あ、ごめんなさい、いや、緊張してるなぁ、あ、緊張かな、作ったかな、本当に、俺そんな挑戦しましたっけ、いや、したじゃん、じゃあ、あのね、詩になかなかね、メロディーがこう、ついてこなくて、ああ、なんか今日すごい雑音すごい、ね、大丈夫、うーん、なんか今僕の緊張度にずっと上がってる気がするけど、大丈夫ですか、ちょっとあの周波数大丈夫かこれ、大丈夫ですか、ちょっとあそこら辺アナログですね、あの大丈夫ですと思います、大丈夫ですか、はい、なるほど、はい、そっか、じゃあ早速ですけれども、あの曲紹介から一曲あの曲の方なんですけど、ね、おすすめの曲は、はい、今ドクが言ってた曲なんですけど、うん、Keep on Shining っていう、うん、歌です。はい、じゃああのお二人で曲紹介の方よろしくお願いします。じゃあ Keep on Shining で。Keep on Shining。じゃあ、ロスドクで、Keep on Shining 聞いてください。はい、曲入りました、あ、ありがとうございます、いや、なかなかあのドクさん緊張されてるみたいですね、そうですね、ガチガチですね、大丈夫ですか、緊張してますね、ガチガチですね、はい、ダメですね、全然浮かびませんなんかほら ご自身でこう作詞作曲された曲が浮かばないとか、そうですね、ちょっとあのもう本当にどんだけのあの緊張してんのって思ってちょっと今日あの楽屋でした時にもうなんか T シャツ足びっしょになって俺ダメだってずっと言っててなるほど、ああ、まあでも、ね、あの、ね、はい、大丈夫ですよ、そんな、もうちょっとリラックスしていただいて、いつものこうドクさんでやっていただければ大丈夫なので、いはい、わかりました、はい、あ、了解です、はい、あと15秒で曲が終わりますんで、わかりました、はい、短い曲なんでね、すいません、そうですね、いや大丈夫ですよ、はい、じゃあ本番5秒前。4。本番。3。本番。はい、というわけで、なかなかいい歌でしたね。ありがとうございます。すごいです、アップテンポで。いや、なかなかね、まあ、キーポンシャイニングってずっと言い続けてるだけのところに、やっぱメロディーつけてくってなかなか難しくて。はい。なんかね、こう、うん、2分くらい聞いてると、なんかこう、なんですかね、こう口ずさんで自分ちょっとこう小躍りしちゃう自分がいるっていうか、あ、そうですね、俺も小躍り、小躍り、小躍り、
まあ、キッチンでなんか、うん、ご飯とか作ってるときなんか自然と歌ってる曲がいいなみたいな感じで作った曲なんで、そうですね、はい、口ずさんでる感じが良かったです、うん、ありがとうございます。本当徳さん力作ですね、本当に。 ありがとうございます。いい曲作るんですよ。 ありがとうございます。まあ、こんな感じで今回あのお二人にゲストで来ていただいてますので、はい、あのお二人に向けてあのいろんなねこう質問などなんかがこういろいろ届いてますので、はい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 、ちょっと読み上げていきたいと思います。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ1枚目は、はい、ダンブルウィード出身の何て読むのかな、あごめんなさいちょっとわかんないんですけど、はい、すいませんね、あのドクさんに質問です。あ、はい、ありがとうございます。好きな食べ物は何ですか？あと、できればその好みの女性とかも教えてくださいっていうことです。あ、これ女性の方ですか？うん、そうですね、ちょっとね、ありがとうございます。ペンネームのところがかすれててちょっと見えないんですよね、ごめんなさい。あ、匿名にしたがるんだろうなっていうのもありますけど、あの、書いたばっかりで多分こすっちゃったりしてるんだろう。ちょっとなんかお好きなお食べ物とかありますか？お食べ物、お食べ物、お食べ物、好きな食べ物。ちょっとリスナーさんの声がだいぶ大きいです。僕のレスポンスがじゃあ今あのプロデューサーさんちょっと部屋の中にプロデューサーだな、ちょっとプロデューサーさんちょっと静かにプロデューサーさんプロデューサーさん本番中、本番中、あれですか、本番中ラジオ番組はプロデューサーの方結構入ってきちゃう感じ。あの、ね、結構ねガヤとかもあの入るように設定してるんですよ。水曜どうでしょうと同じスタイルだ。はい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 。なるほど。たまにあの口出したり突っ込んだりするんですけど、うん、まあそこは優しく受け流してもらって。新しいな。はい。そうですよ。プロデューサーさんちょっと食べ物ですよ、食べ物。あ、食べ物。はい、豚肉とリンゴのシチューなんか僕大好きで、キャンプなんかやるときにはね、食べたりするんですけど。あ、はいはいはい、豚肉とリンゴですか、はい、うん。ちょいちょい作るね。あの、一週間ぐらいずっとそれの時あって。そうですね。うん、あれは、もういい加減嫌だなって思うんですけど。うん、地元ビッグバレーで、ね、いやね、あの、毒はね、あの、一回これだと思ったらもうずっと食い続けちゃうんですよね。ああ、そうですね、うん。こだわるタイプなんですね。はい。だからちょっと本当一緒にキャンプするの嫌だなーっていうのありました。いやでも確かに週間はきついですね。あ、そんな思ったんですね。きついですよ。本当、すごい。いや多分あのうまいですよ。あの一回目はうまいですよ。本当に。うん、これうん、嘘じゃない、冗談じゃなくてねうまいんですけど、それさすがにね一週間もね食べ続けさせられるとねちょっと。あ、なかなか大変そうですね。ごめん、それは今知ったよ。うん、悪かった、うん。いや、まずくはないんだけど。まあ、もういい。わかったよ。うん、考えるよ、そういうのじゃ。うん、まあまあまあ。ちょっとラジオ番組で喧嘩してもあれなんて、ね。うん、ちょっと空気悪くなっても困るよね。いやいや、別にそんな。機会があったら、あの、ぜひちょっと食べてみたいなって思いますね。うん、そうですね。ああ、ね、ぜひぜひ。あの、ビッグバレーの方にキャンプ大体立ってるんで。ああ、なるほどね。そっちの方来ていただきたい。はいはい。そこであの、その、好きな好みのタイプっていうの？あのね、その方もね、僕よくビッグバレーの方で会うんだけど。うん、会うんですか？ちょっと名前出しちゃっていいのかな？その方ってどの方？いやー、ちょ、あれ、あれ、有名どころさんだからな。イニシャルで言ったらいいじゃないですか。あー、うん、MW さんですね。ちょっと私は言ってるんですけど、なんか、あー、はいはいはい。愛があって。あの、ちょっとあれね、セクシー系の方ですね。うん、そうですね。ちょっとちょっとプロデューサーさん気づいちゃったな。いやあのいい人なんですよ。はいはいはい。ちょっと冷たい視線とか僕そういうの。そうですね。あの結構あの刺さるとこ好きなので。SKある方なんですね。結構無茶な仕事なんていろいろしてくるんですけど。まあそれもいい。ということはドクさんは結構 M 系がたっぷりということなんですね。まあ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 、アーティストさん多いですよ、仲間によく。眠気の多い方は。結構ね、あの、トロマルの知り合いのミュージシャンの人たちは結構ストイックで S 型なんですけどね。うん、俺もどっちかって言えば、あの S の方ですかね。バランス取ってるんですよ、そうやって。なるほどね、S と M でね。そうですね。うん。最初 SM にしようと思ったんですけど、なんかそれは、ね。本当に、うん、
コンビ名ね。これはちょっと考えるな。SM はない、なかなかね、ちょっと、ね、ちょっと人選びますよね。直球すぎるよねっていうのがあったから。なるほど。おいおい、じゃあ、2枚目のお便り読みますね。はい。はい、どれにしよっかな。これだ。ローズ出身の。え、はいはい。チェルシーさんから。チェルシーさん。チェルシーさん。はい。読んでいいですか？どうぞ。はい、レベッカさんに質問です。あ、はい、どうぞ。はい。しょっちゅうお酒が好きで飲み歩いているということですが、はい、そうですね。どんなお酒が好きなんですか？私はそうですね。うん。どうぞどうぞ。結構お酒好きなんですけど、なんか別に高い方がいいとか、この銘柄がいいとかあんまりなくて、まあ、どっちかって言ったら、はい、お酒が好きっていうよりもこう酔っ払ってこうみんなとねこうワイワイ騒ぐ、そうですそうです、ワイワイ騒ぐのが好きっていう、まあ大体店にこうある安い酒なんかでこうみんなで盛り上がってるもんですから、まあ大体悪酔いするんですよ。大体なんか聞くところによるとですけど、はいはい、なんか自分でお酒も作っちゃうっていう。そうですね、うち実家が酒造メーカーなんですよ。はー、はい、すごいですね。そういうのもありまして、ちょっと私まあね、ね、2人ドクと一緒にやらせてもらってちょっとね名も知れましたので、今のちょっとね今のえわって何ですか。あ、いや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 、そういや僕もちょっと携わってる、じゃあ携わってるかなって今。そうね、そうね、うん、2人でちょっとね、はい、まあ、店の内装とかプロデュースしてみたりとか、楽隊を結構呼んでみたりとかしてるんで、その曲の楽隊いいですね。そうですね、たまにねそこでちょっとライブとかさせてもらったりもしてますね。わー、すごいですね。あ、うん、すっごい楽しそう。そうですね、お客さんとねこう触れ合える距離で、うん、やっぱりやっていくのも大事かなっていうのがありますから。そうですよね、やっぱりこうライブってその生でその聞いてもらってその反応返ってくるっていうのはすごくいいですよね。そうですね、はい、そうですね。いやもう楽しいですよ、やっぱりそういうの。うん、なるほど。はい、あ、そういえばお二人がそのユニットを結成されたきっかけとかっていうのが明らかに、何一つ明らかにされてないんですけど。あ、そうですね、やっぱりそこは言えないですか？いや、そんなことないですよ。これ意外とあんまりないんですけど、ツイッターで知り合った感じです。ツイッターですか？そうなんです、趣味がちょっと似てたところがあって、同じこう、うん、ちょっとねその時に流行ってたものを、うん、ちょうど同時期に始めたっていうのがありまして。はいはいはい、はい、うん、でなんかやっぱりね一人でやるのもあれだなと思ったんで、ちょっと仲間が欲しいなと思って、私ツイッターでちょっと一緒にどうですかみたいな感じでちょっと募集した時に、一番最初に入ってきたのが、はい、ドクでしたね。はい。あ、ということは他にも何人かメンバーがいたってことですか？いました、いましたね。いましたけど、その時は別になんかこうね、アーティストとしてこう将来やっていこうかなみたいなのも全然なくて。まあ、そうですね。みんなで楽しく趣味が高じてこうね、ちょっと一緒に遊ぶみたいな感じだったんですけど。ドクさんの方はどうしてその応募されたんですか？ああ、僕も特に将来何やろうかとかそういうの決めてなくて、その時にツイッターやった時に、はい、こうやって、活動されてる方がいるんだなっていう、募集されてるんだなってことで、ちょっと興味本位で、そうですね、ちょっとリプしたら、よっしゃやろうぜってなったので、そっからですね、レベッカさん、あ、じゃあ、どんな出会いやわ、うん。めっちゃ簡単、めっちゃ簡単な、お前。いや、そこら辺も厳しくしないでくださいね。あ、考えながら一言一言を喋ってるんで。あ、そうか、はい、でも、うん、で、それその話がこね、それでお二人が出会って、はい、で、レベドクが生まれたっていうことなんですね。そうですね、はい。理由は結構ありきたりでしたね。そうなんですか。なんだろうな、エピソードならないからなんかもろうかみたいな話もあったんですけど。
うん、あ、でもやっぱ等身大がいいですよね。そうですね、うん、嘘ついてるってあるんで、はい、結構ね、あのウィキペディアとかでも調べても、はいはいはい、なんかその結成された理由っていうのが何一つ書かれていなかったんで、ちょっと待ってくださいね、毒がなんか緊張しすぎて弓打ってきたんで、あー、すいません、誤射ですね。あー、すいません、落ち着けよ。なんかラブラブですね。いやいやいや、あのね、まあ、ゲイカップルっていうのも結構見ね、あ、笑っちゃいけないですね、笑っちゃいけないですね。ちょっと待って、ね、知られてしまってるところもあります。まあ、あのそういうセクシャルな部分っていうのはほらあまりこう、そうすね、オープンにできないんですよね、ゲイの方たちの番組的にも。やっぱりなんていうのかな、うん、あの筆頭に我々立っていけごめんなさい、嘘です、これは。はい、まあ、あの、ということでね、これ生放送でしょ？うん。何言ってんの？ちょっと、あの、ぶっ込みすぎた、ごめん。大丈夫、大丈夫。ちょろまるさん、あの、突っ込んでくれるかなと思ったんだけど、あの、結構、うん、あの、そのまま受け止められちゃったから。うん。なんて言うんですかね、ほら、はい、自由ですから。自由すぎませんか？あの、自分の友達にもね、やっぱりそういう人いますよ、女性しか好きになれない人。ああ、なるほど、なるほど。そうですね。そう。別にね、それがね、なんか悪いとか言っているわけでもなくて。そう、自由でいいと思うんです。うん。そうですか。いや、もうね、毒がモテたい、うるさいんで、あんまりね、こういうネタでちょっとキャラがね、決まってしまうのも、助けてって今メールで来たんで、うん、あ、今メールでね、なんか質問が来ましたね。ちょっとやめてみたいなの来たんで、うん、あ、なるほど。あの今あのメールの方でちょっと質問が来たんですけど、はいはい、ドックさんの声がもっと聞きたいだそうです、はい、あ、そうですか、あ、そうですか。だいたいに、あの、そうなんですね。そうなんですよね、あのライブとかで、あのMC とかやって、はい、だいたい自分だけ喋ってしまったりするんで、ちょっと毒に任せてみてもいいのかなって。そうですか、うん、ちょっとじゃあ、ちょっとじゃあ私見てますね、二、はい、人のやりとり。いやー、そうですね、それはまたちょっと仲良く3人で喋ろうと思ってたところ、それはちょっと僕が水差してしまったみたいな、ちょっと問題ですね、すいません。いやいや、謝ることじゃないですよ、うん、よろしいですか。はい、すごい寒いな、こう。ドックさんは、はい、今、おいくつなんですか？今、35ですね。あー。なるほど。それにしては結構、なんすか、髭がこうたくましいというか。あー、昔からそうやってちょっと、おじさんの世代に憧れているところがあって、できませんか？あ、そうですね、あのそうやってちょっとひげ伸ばしたりなんて、ちょっと若い頃からしてたんで。今ね、あのプロデューサーさんからのカンペがすごくて、はい、プロデューサーさんも楽しんでもらってるようなのかわかんないですけど、逃がしてくれ、そうですね、はい、あのプロデューサーのあのB ちゃんさんは結構ね、笑い上手でもあり、ツッコミが鋭いっていうところもあって、結構笑い声結構マイクに乗っかってる感じしますね。あ、乗っかっちゃいましたか。まあ、でも、いつものことなんでね。そうなんですね。いつもの、楽しい雰囲気でいいですね。それでは、ここでですね、はい、そろそろ時間も押してきてるので、はい、そろそろ、生歌を披露して。生ライブですか、今日。あ、予定しなかったな。はい。大丈夫です。アカペラで大丈夫ですから。アカペラでやります、はい、うん、はい。やりましょうか、じゃあ。じゃあ、アルバム、自分個人的にリクエストしていいですか？どうぞ。あの、アルバムの前にリリースされたシングルが3枚あるじゃないですか。同時シングル。はい、はい、はいはいはい。あの、リリースですごかったんですけど、その2枚目の、はい。あれね。あの、I'm Friendly っていう曲聞きたい。I'm Friendly ね。はい。わかりました。いきます？はい。いけますか？じゃあ、お願いできますか？わかりました、じゃあ。はい。よろしくお願いします。じゃあ、ロストップで、アイムフレンドリー聞いてください。アイムフレンドリーアイムフレンドリーちょっと、アイムフレンドリー俺は、誰とでも友達になれるアイムフレンドリーありがとうございました。
ちょっとあのすみません、あの一ワンフレーズだけですけど大丈夫でした？いやすっごかったです。やっぱライブ最高だと思いました。すみません、なんかちょっとね、大体いつもあの毒はギターとコーラスなんであんまり表立つことないんですけど、今日はそうですね、この曲だけはね結構一緒にね、うん、大丈夫、どうしたと大丈夫。あ、ちょっとすみません、感極まってしまって。ごめん。あ、わかります、わかります。自分もちょっとあの涙が出てきた。大事な曲なんで、はい、本当すごかった。あのね、本当にあの無茶ぶりでこう急にね、そのゲストに出てくださいっていう話があの自分の方から出したんですけど、ね、はい、心よくね快諾していただきまして、改めてこうファンになりました。いや、光栄でした。本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。本当にまた呼んでいただけたらなって、はい、はい、ぜひあの今度あのそのツアーが終わってから、そうですね、来年になってしまいますけどね、はい、ちょっと今年はやっぱ皆さんちょっとね、あのあんまり外出は控えてね、ちょっと今ね大事な時期なんで、ちょっと沈静化するまでね、まあお家でね、まあ そうですね、それこそね、チョルマルさんのラジオなんか聞いていただいてね、家で待機していただくって、これ結構大事ですからね、うん、本当に大事です。あ、徳さん、だからずっとあのオンエア中マスクしてたんですか？そうですね。あ、はい、そうですか、はい、真面目だな、はい、真面目ですね、真面目なんですよ、本当に。なるほどね、しっかりしてます。まあ、じゃあそういうわけで、そろそろお時間になってきたので、はい、ここで最後に、はい、もう一枚だけ質問のハガキを読んでいこうと思います。嬉しそうだ。はい、お、まただ。サンドニー出身のゼブラさんから来ましたね。あ、本当に。はい、ゼブラさんでサンドニー出身だったんですか？知らなかったですね、それは。知らなかったな。じゃあ読ませていただきますね。はい、レベッカさんへ。はい、ああ、私か、はい。はい、また、いつでも遊びにおいで。ああ、何回でも買ってあげるから。ああ、いいですね。買ってあげるから。なんか買ってもらえるんですか？知り合いですね。はー。で、あの、続きますね。いや、ちょっとね、PS。はい、はい。うん。あ、何ですか？あの、地元が一緒なんですよ。そうなんですか？はあ、へー。あの、サントリーに今住んでますけど、はい、あの、もともとはビッグバレーに。ビッグバレーだったんですか？そうなんです。あ、そうなんですね。ちょっとお互いね、あんまり、なんだろう、裕福じゃなくて。うん、貧しい。あれ、徳さんって出身どこなんですか？僕はビッグバレーの森ですよ。通り過ぎビッグバレーの森？ビッグバレーの名古屋です。皆さんじゃあ、ビッグバレーにある名古屋っていうところなんですけど、名古屋です。はい、あ、地方なんで多分あんま知られてないかもしれないですけど。あの、夜な夜なあの、はい、あの暑いからって窓開けてるとコウモリ入ってきちゃうような、あの結構いる。あー、はい、なるほど、なるほど。あ、そうですね。はい、あれですか、あのジャケットの、はい、裏側にドクさんがそのアライグマの帽子をかぶってる写真があって、はい、あれはこうなんかそういうのをイメージされてる感じなんですか？ああ、そうですね。おじいちゃんが山岳警備隊やってて、はい、で飼った獣とかそれ加工して帽子とかにしてくれるんですけど、あ、あれ本物なんですか？ああ、そうなんですよ。俺もね、あれ剥製だった。俺もおじいちゃんにお揃いのやつもらったりしてるんですよ。うん、へえ。そうですね。それ聞いたことなかったですね。そう、あの結構郵便で送られてきますよ。郵便で来るんですか？怖いですね。開けたらね、アライグマがいるとか。そうです、そうです。何度か、何度か捨ててます。捨ててるんですか？何度か捨てるんですね。何度かびっくりして捨ててますね。あ、なるほど。まあでも気持ちは分からなくはないですけど、あの心境としては、はい、某アニメ映画のパイを一生懸命おばあちゃんが焼いて届けてるのに、あ、お孫さんがこう、あ、私嫌いなのよねって言ってるのちょっと思い出しちゃったんですよ。私もあの子は嫌いです。ね、ニシンのパイですよね。そうなんですよ。あえてそこは言わなかったんですけど。ドクさん、ニシンのパイとかお好きですか？大好きです。あ、自分で、ね、ちょっと正直ニシンのパイはあんまり、ね、あ、そうですか、あ、そうですか。そうですね、川魚は難しいですよね。好き嫌い分かりますもんね。海魚だよ。
今ね、ディレクターからちょっとツッコミになりましたね。ごめんなさい。ありがとうございます。カンペで、海の魚らしいです、自身は。うん。ああ。あ、そっか、そっか。そうですね。ふーそう。ごめんなさい。はい、まあ、じゃあそろそろということで、はい、お時間になりましたので、はい、今日は本当に、はい、素晴らしいゲストです。本当にとんでもないです。レベアン、レベドクさんで本当にレベアン、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 はい。でもね、ドクの前の彼女はね、アンちゃんっていう子だったんで、な、遠からです。アンちゃん、はい。あ、ごめん、こんな、ごめん、こんなことぶっこんで。ちょっと最後に何してんすか。そっか、ということは、ドクさんは男性も女性もどっちもクールです、ね、ちょっとそんな、最後にそんな落としてくなよ。それは、いやいやいや、僕は愛すんな女性。そうそう、ごめんなさい、ゲイはさすがにネタです、ごめんなさい。おっと、最後にね、なんかちょっと、懺悔の発言があったところで、今週はそろそろお時間となります。本当にお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということで、そろそろ お別れの時間になります。本当にね、アルバムをがこうリリースされる前からずっとファンだったので、今回ね、直接お会いできて、こう、レベッカさんはしょっちゅうね、こうライブとか行ってもすごく、お話しされている人なんですけど、ドクさんがまあ喋らない。そんなこと言う。ここで切れんの？違う。ここで切れたった。ここで切れちゃった。急に。もう緊張かなくなったのに。急に切れちゃったけど大丈夫。ああ、笑っちゃう。ドクさんまだいらっしゃったんですか？あ、声、あ、声入ってました。すみません、ブースに。あ、いや、もう、一応、切ったので、そこは。はい。あ、よかったです。すみません。はい、そこでちょっと黙っててもらっていいですか？あ、静かにしときますんで。はい、すみません、ね。ほんと。今、エンディング、エンディングやってるから。あ、しですよ。そうですよ。本番中ですからね。はい。慣れてなくて。あれ、B ちゃんさん、こっち側のマイク外しといてください。笑い声が聞こえてきたけど、ね、本当にね、ライブでも喋んないんですよ。歌うときは歌うんですけど、MC になるとピタッとね、なんかこう、電池切れてんじゃないかと思うぐらい喋んないんですよ。そうですね。本当、有名で、ああ、今日もドクさん喋んなかったねって言って、みんなツアーで帰っていくっていうのはもう、本当にね、ある意味伝説なんですよ。まあでもそんなね、貴重な音源をね、今回、皆さんにお届けできたことを、本当に誇りに思います。でね、ますますこう、レベドックスのファンになったので、今後もね、こう、パワーローテーションしてやっていきたいなって思います。というわけで、最後にこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。レベドックで、届けんなよ。じゃ、バイバイ、チャロマルでした。そうそうそう、お疲れ様でした。お疲れ様でした。プロデューサーさん、お前ふざけんなこの野郎。いや、どういうことだよ。俺本当に今泣きそうなんだけど。何が答えなのか分からずに終わった。終わりました。終わりました。終わった。みんな、みんな気づいてる。みんな気づいて、これ出囃子だよね。あ、はい、録画中でした。録画すんな。いや、録画すんな。さ、40分ぐらい経ってんだけど。うん、いや、ね、1時間近く経つよ、もう。はい。オールナイトニッポンで、ほら、30分か1時間かだから。あ、そうなんだ。そう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 。ああ、そうな。でもね、オールナイトニッポンでは使えないんで、オールナイトニッピンにしたんですね。あ、そうなんですね。はい、で、音楽も、ちょっと、多分引っかかるので使えないんですよ。なるほど、なるほど。ああ。がっつり動画にする気満々じゃないですか、それ。え、だって、コウバイさんが聞きたいって言うから。はぁ、ちょっと俺、何も準備してなかったよ。そろそろさ、ちょっと待って、そろそろ合流しない？ずっと。いや、ほんとそうだよ。ずっと、なんかストロベリーにいるけど。ちょっとじゃあ、やばい、グンポーさんとこ行けばいい。ずっとタンブルウィードなんですけどね。グッポさん寝ちゃったんじゃないですか？めっちゃバラバラだね。あ、ほんとだ。聞いてたよ、聞いてたよ。じゃあ、ね、じゃあ、一人でやるのと、難しい。やっぱ人が加わると。いや、
でも進行すごい上手かった。上手かったよね。やりやすかったよね。うん、だからあのクオリティ高くてちょっと笑ったところもあるし。神々でね、うん、なんかどう何が来るかわかんない。特にドクさんがね、こう俺が悪いのか。いや俺入って1分後だぞこれ。何も知らなかったよ。どこ？ストロベリー？ストロベリー？ストロベリーですね。ストロベリーね。ストロベリー。ストロベリー。ストロベリー。怖いわ。この人たち本当怖いわ。次回は誰をあのゲストにしようかな。もちろん B ちゃんとかね。いやいやいや、そうですそうです。お父さんとかも呼んだ。俺らは俺らもうやったし、やったし。あ、いや待って待って待って。やったし俺は。ちゃんとあれでは。俺ら急にぶっ込まれたけど、ちゃんとあれでアカペラの曲とか用意してきた方がいいよ。いや本当に油汗出てるよ。いや、だって私たちは歌わないですもん。あれだ、アーティストじゃなきゃいいんだよ。アーティストじゃなきゃいいんだよ。いろんな業界そこら辺はね、あらかじめ決めると準備されちゃうんで、そこら辺は当日自分のアドリブで決めますから。大丈夫です。いやいや、それが困るんだよな。打ち合わせしてくれよ。楽な立場だな、お前な。大丈夫。